倉吉駅すぐそばの観光案内所です。こちらでは先月からこのように駅周辺で勉強ができるカフェのマップが置かれています。学生応援倉吉駅周辺カフェマップ。倉吉駅周辺で勉強ができるカフェ実店舗が紹介されています。作ったのは倉吉市にある鳥取短期大学と鳥取看護大学の学生の有志9人。 JR 倉吉駅では去年3月のダイヤ改正で列車の本数が減りました。そのため通学する学生から待ち時間に勉強ができるカフェがあれば利用したいという声が上がり、それに応えたといいます。あんまり汽車の本数が多いっていうわけじゃないですし、その暇な時間とかも外とかに座ったりして風に当たって寒くなったりとかするので。マップに紹介されているカフェの一つ、駅から徒歩3分のところにあるチロリン村。45年営業しているというこの店、昔から学生が多かったといいます。単位が足らんとかどうのこうので広げて、横しに同級生の先生がついとってね、やるのが前からあったね。店長によるとこうしたマップができるのは初めてだということです。いや別にいいんじゃないの、こういうことはな、やる気がないとできんでしょ。マップには営業時間や価格帯、写真付きで看板メニューが紹介されています。また学生がすべての店でスタンプをもらうと、文房具などがプレゼントされるスタンプラリーも行っているという方です。待つ場所とかに困っていたので そういう場所が示して分かるとすごくありがたいです。マップを作った学生たちは列車の待ち時間を有効に使ってもらい、同時に街の活性化にもつながればと話しています。